吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。現在統一地方選挙の後半戦が始まっております。今日は愛知県の大府市にやってきました。このそこの校舎の高場徳子さん、現職1期やられまして2期目の挑戦ですが、こういう非常にシンプルなスタイルです。自分でこの上り旗を持ちまして、この戦艦の上り旗を持ちまして、このハンドマイクで街頭演説をするというスタイルです。車には看板はついておりますが、スピーカーはついてませんで、この走行中は無音で走るというスタイルです。この窓から手を振って皆さん方に応えておられる姿が特徴でした。それぞれこの市内各地全域を自分の選挙の候補の対象とするようなスタイルです。全県的なスタイル、全域一区をしたスタイルとする候補者です。無党派しがらみ宣言ゼロという看板がかかっております。愛知県大府市の高場徳子さんです。前のずっと以前の知り合いで、事業仕分けの時に知り合いになりました。終わります。